皆さんこんにちは。リハのめチャンネルの時間です。このリハのめチャンネルでは PTOTSC の皆様に有用な情報を株式会社ジン代表の張本がお届けしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ちなみにですね、最近はいろんな人から張さんどうしてその髪型になったのと、もう会うたんびに聞かれます。会うたんびに聞かれるんですけど、皆さんに逆にお聞きしたいんですが、今の自分の髪型がこの髪型になった理由って説明できますか？どうして今この髪型なのか安堵できますか？似合うかな。いや、うん、僕も、まあこういう髪型を一回してみたかったんです。はい。今回のテーマはライフワークバランスに関する考え方ということで話をしろとプロデューサーの安藤から来ました。ちょっと僕ワークライフバランスっていう方が言いやすいからワークライフバランスって言うんだけど、僕のそのワークライフバランスが取れているっていうラインは、家族と一緒に夕ご飯を食べることができる。これが僕のワークライフバランスの考え方です。まあ年間休日とかね、まあいろいろ要素はあるかもしれないけど、まず一丁目一番地はみんなでご飯を食べること。そこですね。一人で食べるご飯ってだん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 しんどくなるんですね。ご飯ってみんなで食べた方が美味しいですから当たり前なんですよね。何を食べるかではなくて誰と食べるのか。日常で家族でご飯を一緒に食べれるっていうのは私は人生で本当にかけがえのない時間だと思ってますから、そこが私のクリティカルなワークライフバランスが取れてるっていう状況になります。ワークライフバランス云々っていうのは人それぞれの考え方ですから、例えばですけど時間外労働がみなしで月30時間40時間ある会社だって別にそれ違法じゃないですから、ありますよ。その働き方で自分はいいっていう人のワークライフバランスをどうこうするつもりはないですから。たくさん働いてる人ね、で自分は充実してるんだと、で自分は幸せだって、もっと頑張りたい、もっと仕事したいっていう人にあいつはワークライフバランスが悪いとか、そんなことは大きなお世話なんですよ。逆にもっと仕事しろって人に言うのも大きなお世話なんですよ。これは自分の中で完結していればいいことなんで、人に強制することではないんですね。そこだけまずしっかりとお伝えしたいと思います。人間みんな不安ですから、人のことを批判して自分の立ち位置をねはっきりさせたくなるんですよ。それって実はね、どん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 自分の居場所をねなくすことになっちゃいますから、もういいじゃないですか、自分の半径1メートルが幸せだったら、全人類半径1メートル幸せだったら世界平和成り立ちますから。どれだけ自分の周りと自分が幸せになるっていうことが大事なのかっていうことが分かっていないとおかしなことになっちゃいますからね。まあいいかな、僕もね年取ってこういう考え方にねようやく至れるようになったんですけど、若い時はかー寝てねえわとかね、俺頑張ってるぜアピールも可愛いもんですから、まあどんどんしてください。それもそれ、いつかわかる。私が言えるのはそれぐらいですね。はい、このリハのめチャンネルでは PTOTSC の皆様に有用な情報をお届けしたいと考えておりますので、また高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。